文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回は、まあ、タイトルにもしてると思うんですけれど、あのニジプ2のね、西ひろとくん のラップについての話、あと、まあ、田島翔吾くんのこととかもちょっとね話できればなっていう、まあ、あのラップが好きなものですから、これもランディ MC っていうね、あのオールドスクール のオールドスクールよりちょい後ぐらいのラッパーのね、ラッパーグループのアメリカ の T シャツなんですけどもね、西ひろとくんの、まあ、ラップ、まあ、要するに無限大、JO1 の無限大を、あの、木村正也くんのチーム、まあ、西くんもそっちにいて、で、田島翔吾くんのチーム、で、あの、木村くん対田島くんみたいな感じのところで、まあ、あの、白熱しましたよね。あの、やっぱりあそこがハイライトだったなというふうに思いますけれども、そちらの話で、まあ、私はラップが好きなんでね、あの、やっぱり、あの、ラップオタクとして、西くんのラップについて語りたいなと思いました。あの西くんのラップがあの苦手だっていう人だったりとか、あれがラップではないって言っていらっしゃる人もいらっしゃるようでして、まあ、それについての話とかね、まあ、まずさせていただこうかなと思います。まずあの苦手って言ってる方、それからあれがラップではないと言ってる方の、まあ、言いたいことというのが、まあ、あの私のねあの考えなので、別の考えもあるかもしれないんですが、まあ、こういうことかなっていうのがまずあります。まずあの苦手って言ってる人に関しては、多分西ひろとくんのラップが結構アイドル系のラップではなくて、どっちかというともっとゴリゴリのハードコアラップの方のノリなんですよね。あのあれ聞いた時に正直私おって思いました。ケンザさんがこのやり方を教えたのかなとか、西くんの歌唱法のところに行くまでの部分とかもね、できればあの分量で番組の中で欲しかったような気もしますが、ラップのトレーニングはやっぱり分量的にはね、前回同様少なめになっちゃいそうな感じはしますね。まあ苦手だって言ってる人の中に、西くんのラップがちょっと怖いって言ってる人もいまして、確かにもっとハードコア目だったりギャングスタ目なラップのやり方、まああれはラップの歌唱法の一つなんですよ。ただあんまりね、例えば JO1 の無限大にしても、あのラップの仕方はもちろんしていないし、あんまりアイドルグループのラップとしてはね、そんなにメジャーではないというか、あのまあアイドルっぽくない歌い方ではあるから、そんなにやらないですよね。ただあのあれですね、ストレイキッズなんかは結構そのもともとハードめな曲が多いっていうのもあって、あのそういう歌い方をにしているところもあるんで、まあスキズなんかはちょっとあの西くんの歌い方に近いというか、スキズなんか真似したというか意識した可能性もゼロではないかなと。あと西くんおそらくはダンサーとして有名な方で、多分そのバックダンサー以外に振り付けとか以外にもダンスショーケースとかで出たりとか仕事したりもしてたと思うんですけど、そういうクラブイベント系っておそらくラッパーとかも出てくるんですよね。でもしかしたら西くんがあの個人的にお付き合いのあるラッパーとかでハードコア目の人がもしかしたらいたのかもしれないと。そうなった時にあの多分歌い方としてちょっとその方言を意識した可能性もあるしね。あとは歌唱法として多分西くんもあの腹からガンガン声出していたので、もともと菅井先生とかに歌がダメって言われていて C クラスに下げられちゃったところもあるから、もちろん歌唱法の練習はしてるんですよね。でラップの歌唱法も歌の歌唱法も基本的にやることというのは似てるところがあるので、多分歌の練習もしつつでラップの練習もしつつなので、多分そこも意識したんだと思うので、あの西くんのラップはリズムはもちろんね、あのダンサーで抜群に良かったです。だからあのそこの部分は問題ないし、まあ、苦手って言ってる人はいますけれども、私はあれは苦手ではなく結構ねあのまあいいなと思いました。ただあのアイドルグループとしてやっていく際にあれを今後良しとするかどうかっていうところは、まああのメンターというかトレーナー陣のところの話と、あとはコクプの皆さんの判断によるのかなっていう気がする。そうだからあのね、冒頭で言った後苦手っていう人と同様にラップではないっていうね、あのがなり立ててるだけみたいな感じの言い方する人もいらっしゃるようですが、まああのがなり立てる系のラップというのはアイドルラップでは少ないですが、あの実際のヒップホップ業界にはたくさんいます。だからあのあれもちゃんとしたラップですし、あのそれからリズムに関しても歌い方とかもうちょっと工夫とか確かにねできると思うんですが、まだ結局荒削りなところもあり、あのそれでもやっぱりあのあれだけのダンスをやりながらあのリズムも狂わずにあのラップの歌唱ができるっていうのはやっぱさすが西くんだなっていうふうには思ったので、だからまあ苦手だっていう人はいらっしゃるのは仕方がないんですが、あれに関してはあのラップではないっていうのはあれは違う、それは違います。あれはちゃんとラップですね。で田島翔吾くんのラップの歌い方の方はやっぱりこうなんでしょうね、もともとあのまあ、あのアイドルグループの方にもいたし、あのアイドルグループっていうか、まあ、あれかジャニーズジュニアにも
いましたし、韓国で練習生もしてましたし、多分そういう基礎のところはラップの歌唱も随分やっぱ仕込まれているというか、基本ができているので、まあ上手かったですね。まあこれはB チームの方になりますけれども、西島蓮太くんもね、まあ西島蓮太くんはラップに関してはもう問題ないでしょうと。で、あとは太田俊生くんか。太田俊生くんと西博斗くんは2人ともこう低音ラップというところもあってですね。だからやっぱ JO1 の無限大のイメージからして、A チームは案外その低音ラップの2人の影響によって、なんかこう、無限大がよりハードになったような感じがしましたね。多分そのトレーナー陣のところで、まあ無限大の、JO1 の無限大を、そのままカラオケでやっても仕方がないので、まあ、見てても分かりましたけど、アレンジとかは自分たちなりに加えてもいたし、まあその中でラップパートっていうのは特にいろいろアレンジを加えやすいというところもあるので、だから原曲とは違う感じの歌い方とか、そのアクセントも入れていたりしてましたから、そういうところはね、やっぱりこう見せどころだったんだろうなっていう気がしますし、でやっぱね、現場で69票入ったっていうのは、西くんのラップが、まあ、苦手な人もいるのかもしれないんですけど、やっぱ現場でやった時にインパクトが相当あったっていうところなんだと思うんですよね。西くんデビューしたら、まあ確実にラップ担当になるんだろうなっていう気がしますね。以前といっても本当に結構前ですけど、まだその練習生101名から60名絞られる前の話で、ラップをその自分たちの課題曲で歌った子たちに関しての動画を上げたことがありまして、その中で西くんと田島くんはなんかダンス面でっていう感じでイメージしてたんですよね。でもよく考えたらダンス面プラスラップ面っていうのは全然可能だと思うし、なんか自分の感覚でガンガン踊りながらラップっていうのはよく考えたら難しいなって思ってたんですけど、自分の物差しで測るとダメですね。結局彼らはね、そういうスキルももともとあったりとか、練習したりしてるから、あと K-POP 関連とかね、みんなそういう人たちもそれガンガンやってますからね。1部1の上原淳くんみたいな圧倒的なラップスキルの人っていうのはまあいないかもしれないんですけど、ただ西くんのラップにしても荒削りな部分とかそういうのを健太さんとかね、あとはまあ健太さんもそうだし、歌唱法という意味合いではテレマさんや菅井先生とかも多分そういうラップの専門ではないけれども、何かしらこう指導するところってあると思うので、まあ伸びしろっていうところですかね。ただラップっていうのは要するに歌とちょっと違ったりするところもあって、つまり荒削りだったりとかそういう感じの人たちの方が現場ではインパクトがすごい場合っていうのがあったりするし、まあラップバトルとかのシーンだと、もう百戦錬磨のバトルで勝ってきたベテランとかに新人の高校生とかがガッていきなり勝っちゃったりするっていうところもねあったりする。まあそれはバトルのラップの話だったりしますけど、だからある意味その予定調和じゃないところで何かしら起こるっていうのがラップのそういうすごいところだったりするんで、そういう意味合いでは西くんのラップは予定調和ではないというところですよ。要するにこういうラップをするだろうっていう風にみんなが予測していたところを完全にいい意味で裏切ってきましたから、そうなってくると、もしかしたら西くんがデビューすれば西くんのラップというのがすごく重要な、その日プ2のデビューグループの重要なファクターになる可能性が高いなという風に思いました。はい、無限大チームね、木村くんチームで、田島くんチームで、まあチーム自体のバトルもすごく白熱してね、少年漫画っぽくてね、胸熱だったんですが、まあ一応ラップオタクで、昔ラッパー一応やってた身として、ラップ、西くんのラップについてを、今回は重点的に語らせていただきました。はい。では、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。いくつか私の動画のリンクを貼っておきますので、よろしかったらリンク先概要欄から見ていただきまして、そちらの動画もご覧ください。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。